シニアの皆さんは健康に気を使ってますか？今回はランニング、ウォーキングが簡単に始められる場所の提案です。今回の GG シニア動画はやってみようランニングの第1回、四日市中央緑地公園のトリムコースです。トリムコースは特別な舗装で足腰への負担が少ないそうです。四日市中央緑地公園は市の中心部にあり、陸上競技場、サッカー場、体育館などのスポーツ施設が集まってます。これが空からの様子です。国道1号線のそばにありますが、この道路はよく渋滞しています。公園には広い無料の駐車場があります。駐車場からトリムコースのスタート地点に行ってみます。これが1周 2km のトリムコースの地図です。ここがスタート地点です。さあ一緒に 2km を走ってみましょう。
走った後のコーヒーの味は最高です。いかがでしたか？一緒にランニングをした気分になれましたか？ぜひ今度は緑地公園に行って実際に走ってみてください。 GG シニアではこれからも健康づくりの場所の提案もしていきます。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、いいね、チャンネル登録をお待ちしております。